アブラム・スルツキー、アブラム・ワローノビチ・スルツキーは、ソビエト連邦の職業的諜報員、チェキスト。二等国家法案委員、ウクライナ系ユダヤ人。現在のウクライナ・チェルニゴフ県、ボルズナ軍パラフィエフカ村出身。鉄道車掌の家庭に生まれる。ウズベキスタンのアンディジャンの中学校で学び、ワタクリ工場で働いた。1916年、軍に召集され、 南西戦線で戦った。1917年8月、アンディジャンに戻り、中央アジアにおけるソビエト権力の樹立に参加した。1918年から1919 19年、ロシア共産党、アンディジャン軍委員会委員、副委員長、軍革命裁判所所長。1919年10月から1920年6月、アンディジャンを支築革命軍事会議議員。 1920年9月から、タシケントチェーカー職員。1921年から、ピシュペク軍チェーカー議長、チェーカーピシュケク、スコベレフスク、アンディジャン軍政治局長、タシケント特殊作戦班長、フェルガナ州、チェーカー議長を歴任。1922年6月から、トルケスタン自治ソビエト社会主義、共和国最高裁判所司法部会議長兼副所長。 1923年1月から、他試験都市、第二市委員会責任初期、中央アジア大学社会科学学部法学科を卒業。1923年6月からモスクワに移り、モスクワ軍艦区、第二狙撃軍団軍法会議議長となる。1925年から1926年、ソ連最高人民会議付属最高人民経済。 会議国家漁業審議系と関西委員会議長。1926年6月から、大ゲペーウ経済局で働き、第六班長補佐、班長となる。1927年12月から、経済局第一班長。1928年12月から、第二班長。1929年7月から、局長補佐。1928年、 シャフチンスキ事件の捜査に参加。1930年1月から対外庁法部に移り、欧ゲーペーウ外国課長補佐、同年8月から副課長。1931年から1933年、外国家西欧諸国総支局長。中ベルリンソ連通商代表部職員のカバーの下でアメリカ等に出国し、ドイツ、スペイン、フランス、スウェーデンでの特殊作戦に、 個人的に参加した。1934年7月の内務人民委員部、設立後、NKVD 国家保安総局第7課副課長、1935年5月から課長となる。1936年3月から、国防委員会附属軍事技術局局員、1937年5月から、全連邦共産党中央委員会国外、出張委員会委員を兼任。 1938年2月17日、スルツキーは、内務第一時間、ミハイル・フリノフスキーの書斎で急死した。死因は、当初急性心不全だとされたが、同年に逮捕された元、NKVD 作戦技術課長 M ・アレヒンは、フリノフスキーと副内務人民委員、レオニード・ザコーフスキーにより、生産狩りで毒殺されたと証言した。 1939年に逮捕された元内務、人民委員、ニコライ・エジョフは、この事実を確認した。1939年、スルツキーは、人民の敵として党から除籍された。後に、執務中に死亡したとして、名誉回復された。ノボデビチ墓地に埋葬されている。赤旗勲章2個、チェーカー GPU 名誉職員起章3個、名前入り武器を授与された。 ありがとうございます。